結構強力な邪妖だったな。って、月が戻ってない。どうして、何か足りないのか。ん？あれは。もしかして、これが赤の祭壇か。クリストファロス？あ、ごめんなさいね。ここ偽の祭壇なの。お前をここに呼ぶために嘘の情報を流したのさ。周囲に結界を張ったわ。ここなら奴らに見つからず話ができる。どうしてそんなことを。月の女王の手がかりを探しているのだろう。お前にくれてやろう。本当か？幽霊船の情報は掴んでいるのでしょう。それを呼ぶ方法を教えてあげるわ。幽霊船を呼ぶには記憶のガラス鏡が必要だ。しかしそれは今5つに割れて散らばってしまっているわ。1つは森、死者が眠る石の上に。1つは学園、祈りを捧げる壇の上に。一つは大きな穴の中、命を刻む台の上に。そして残る二つはこの町に。
一つは勇気を称えるゾーンの上、そしてもう一つは湖を望む大きな橋の上に。これらを集め大いなる水鏡にかざすとき、幽霊船は現れるだろう。すべてあなたが行ったことのある場所よ。よく探してみることね。とにかく鏡のかけらを集めればいいんだな。鏡のかけらを見つけるごとに面白い話を聞かせてやろう。ちゃんと集められるか見守ってるわ。そして全部集めたらここにまた戻るのだ。修復してやろう。わかった、信じよう。探してくれ。走るがいい、この明けない夜の中で。そして奏でなさい、あなたの生きる音を。宿っているが、世界を滅ぼすと誓った妖魔の決意が。世界滅ぼす、一体どう。どうしてでしょう。ありがとう。はい。
遅い。もしもーし。遅い。疲れましたね。強くなりました。これでもっと素材を集められますね。